はい、行きましょうか。はい、お願いいたします。はい、大塚製薬はグループ創業の地徳島で1964年設立されました。企業理念は大塚ピープルクリエイティングニュープロダクツフォーベターフェルスワールドワイドとなっております。当社ではこの企業理念のもと、世界の人々の健康に役立つ革新的な商品作りを目指してまいりました。医薬品と健康の維持増進をサポートする消費者商品であるニュートラシューティカルズの2つの事業を両輪として日本はもとより世界で展開をしております。ニュートラシューティカルズ事業の柱の一つであるポカリスエットにおきましては、2007年に500ミリペットボトルの軽量化を実現しております。続きまして、この技術を基盤といたしまして、2009年にペット樹脂から製品完成までを一貫して生産するフルライン生産方式を導入し、900ミリリットルペットボトルの軽量化を実現いたしました。この一部におきまして、プレディスの技術を採用させていただきました。このように大塚製薬ではクリエイティブ、創造性ということを意識しながら、環境に優しい製造方法を検討してきております。その中でプレディスの技術は、将来に向けての洗浄剤の低減や水を使わないドライ化ということに対して重要な位置づけを示しております。また品質、安全、環境、コストに配慮した生産活動を継続していく中で、プレディスの技術を有効に活用していきたいと考えております。